わこれ厄介だな結構。うん、あやばいやばいやばい、いじめられてるいじめられてる、あボネマギいじめられてる。はい、どうもこんばんは、チャーです。今回もトータリーアキュレートバトルシミュレータータブスやっていきたいと思います。はい、では前回キャンペーンのルネサンスやっていったんですけども、ルネサンスはフランス語で間違いはないんですけども、実はイタリアギリシャ関係のことだったそうです。で今回あのパイレートの方やっていくんですけども、パイレートといえばね海賊のことなんで、やっぱ海賊といえばね、なんだろう、頭のネジ一つ抜けたようなユニットが出てくるんじゃないかなって個人的にすごく楽しみにしてますね。はい、それではね早速やっていきましょう。パイ、ザ・パイレートキャンペーンの X マーク・ザ・スポートから始めたいと思います。はい、スタート。ステージはこちら両方に船がね、船が止まっていて、そこから一気に、なんだろう、船から島に降りて戦おうっていう感じのステージですね。まあなんだろう、島ですね、まさに南国っぽい。で肝心のユニット、敵のユニットですけども、早速両手に銃を持ってると、これは散弾銃かな、なかなかやばいやからですね。ふむふむ、うん、じゃこれならね、うん、どうしよっかな、どうしよっかな、1700あるから考えますわ。はい、で今回の布陣はこちらになります。あえて敵の船に突っ込む騎兵のね、騎兵を一つ入れて、それに加えて海賊っぽいこの人殺し2人を前方に添えて、で後方支援としてマスケット銃をね2体端っこに出しておきます。こっちのマスケットちょっと顔ちっちゃいですけども、そんな感じかな。ではやっていきたいと思います。よーい、スタート。おっと、騎兵が、おっと曲がり、くね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 、蛇行運転をします。これはいけない、蛇行運転はいけないぞ。これはあれですよ、自動車学校で落ちますよ、すぐ卒検落ちますよ。はい、でやらかっ、めっちゃやられていく。んで、あれ、海賊の方々は散弾銃バンバン撃った後に、あれですね、銃を捨てたと。使い捨てかな、使い捨てっぽいですね。おっとおっと、間に合うか間に合うか間に合うか、おー、溜めた、ドーンと外していく。これはエイムが悪い、これは敗北者のエイムです。はい、で今回はもう簡単に、まあ、攻略していくスタンスで、侍を5人添えて、まあ多分足りないと思うんですけど、でもその後に後方支援として最後にラスボス忍者2人っていう感じでいきたいと思います。ではいきます、よーい、スタート。撃ってます、撃ってます、撃ってます、撃った後にみんな捨ててますね。みんなこうポイ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 してる。おー、なんてなんて効率の悪い銃なんだ、捨ててしまえそんなん。であとはもう殴りに行くと、まあ、実に海賊らしくていいですね。暴力に暴力、ザ暴力って感じで好きですよ。で最後はね、忍者がポイ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 、なんだろう、船か、おいおいおい、攻められてんぞ、おかしいな、こういうことしちゃうか、そっか面白いね、なるほど、完全に防衛側っていうことかな。で今回の敵は早速ちょっと頭のネジ一つ飛んだ、あやばいタイプの来ましたね。樽を武装しております。いやいいねいいねいいね、好きよこういうので。奥にいるのは散弾銃ってことで、完全に攻められてるから防衛しろということですね。今回の布陣は絶対に船に入らせないマン、チームですね。投げ物をメインで、片桐はいりさん、やりマン、アイスマン、アイス打ちマン、あとスネアチャね、スネアチャ芋虫ハーチャーね、
イモムシアーチャーに花火打ち上げしでしょ、で最後にホワッチャね、安心安全のホワッチャ、はい、というわけで、やっていきましょうか。よーいスタート。いいねいいねいいね、上がらせるな、上げ、おっと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 何を、おっとやられてしまった何もせず1個投げたかな、やられてしまった。おっとで、ホワッチャが全くもって役に立ってないよ、ばあそこから打てなかったか、うん、で何をするんでしょうか彼は。まあ散弾銃を持ってるんですけども、おそらく散弾銃ですね。彼構えて、樽持って構えて、バーンって打って、あそうですね、散弾銃で間違いないですね。うん、なかなかエイムはまあまあって感じかな。でちょっとこれはね、ホワッチャが悪いホワッチャが悪いわ。ちょっとなかなか強いな、ホワッチャが良くなかったね。ちょホワッチャの位置変えるか。トゥントゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 、はい、それで今回が今回はねちょっと、まあ、さっきと構成変わんないんですけども、ほぼ変わんないんですけども、基本的にね位置を変えただけって感じかな。でペインターでちょっとペインターさんに木を引いてもらうと、初段を受けてもらいます。よーいスタート。でもペインターいいですね、ペインターいいよ、下に隠れてくれたわけで、彼らは上に登れないで、バルーンアーチャーがいいね、バルーンアーチャーがしっかりね足止めをしてくれる。簡単には絶対上がらせないと、船には上がらせない攻撃していく。そしてね、おいいねいいねいいね、でホワッチャーはどこに打っていくんだ相変わらずホワッチャーは使えないここではホワッチャー使えないかもしかしてまずいわこれ、まずいわこれ。だってさ1500コスト使ってさ、これだってさ全く使い物なんないんだよな、まずいぞこれは、まずい、やられていく。はい、今回はホワッチャをなくして、あえてホイールバローね、突撃部隊、防衛だけど突撃部隊を入れてみました。で後ろでボネ曲げがね最後蹴散らしてくれるんじゃないかなと思ってます。それではやっていきましょう、よーいスタート。ホイールバローが、お、ホイールバローしっかり弾を受けたね、強い強い強い手押し車でしっかり弾を受けた。これによってね相手もリロードタイムに入るので、ペインターやられてホイールバローがちょっと運転しくちくっちゃったけども、あとも上からえ2日船酔いにあったアイスアーチャー大丈夫、降りるここで大丈夫。やっぱ今回はちょっと投げ遠距離がちょっと強いかなと思ったら、1人お沈没していく、大丈夫、わおわおわお、これはむごいね。そして生きてる、呼吸できる彼はおそらくね、水耐性があるんじゃないでしょうかね、キャラとしてじゃなくて、彼だけちょっと水の生物って感じかな。仕上げしと船酔い入ったね、あるなんかほほほ強制的に降ろさせたね船から。うわこの見てこの顔凛としてる、かっけえわ、やってやったーって感じかな。では行きます、次、はい次、おーわお、ちょっと待ってハープーンセブリフェアということで、どういうこと、いじめなんだっけ、こういうさ遊びあったよね、なんかさ真ん中の子が体育座りして目を塞いでね、で周りの人たちがこうやって歩き回って何か歌いながら歩き回ってする、なんだろう、子供たちがやるゲーム、名前忘れた。あとハープーンってことはね、森だと思うんですけど、おそらくね森を発射すんのかな、うわなかなかやばいやん、森発射マンって感じかな。元気もりもりくんね、今日から元気もりもりくんって呼ぶわ。元気もりもりくんが槍、森を発射してくると、これまずいね、3000か、できるだけ動き回る系がいいのかな、これは今回はザ・タイマンをやってみたいと思いますもうゼロ距離でね、ボネ曲げと元気もりもりくんが
一騎打ちするとではこれでやっていきたいと思います。よーいドン。でハープーンズがおーおーなんか打ちましたね。やっぱりハープーンうわー刺さってんねー、見事に刺さってんねー。うわいったやられたし、これ強いのかなもしかして。強い説はありますね。あハープーンズでおーっとハープーンで盛り刺してそれを糸で伸びてブンブン振り回すのかな。かなり高速とお出しましたね森。うわいったーサックーいったなこれ。いやー高速かつまあ遠距離も兼ねてちょっとわーこれ厄介だな結構。あーやばいやばいやばい、いじめられてるいじめられてる、あボネ曲げいじめられてる子供ボネ曲げめっちゃ人気じゃん、これは俺のものだって、これは渡さんぞーっていうね、そういうちょっと誘拐集がしますね。やられた。はい今回ね石投げマン軍団なんですけども、以前ねこの石でねなんか矢かね槍をね防いでたんですよ。おっと最後槍マンと石え次よ盾になるんだなこれですよね。なんかそのたまたまなだと思うんですけども、たまたまなのは分かってんですけども、今回はねその森をね石で防いでもらうっていうちょっと賭けに出てみたいと思います。それでは行きます。よーいスタート。おっとこれはこれはうまくいったぞ。そして石を投げるいいぞ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 。そしてダメージはほとんどなさそうだ、これまずいお倒した倒した倒した、これは相打ちですね。だいぶ良さそうですねこれ。あまあ中にはちょっとね体に刺さっちゃう残念な方もいましたけども、割とねうまくいったんじゃうまくいった方じゃないでしょうか。で、あでもでもあと2体ですねやめてあげて、ちょっとむごいからやめてあげて。お勝った、えまさか勝つと思わなかったな。見てこの人やっぱやっぱ連れてかれるって顔してる助けてってこっちで助けてみんなって顔してるはい行きます次。おーまたねまた防衛かな、防衛系かな、ディフェンズザシープということで船を守れってことで、使い捨てね、環境によろしくない環境配慮できてない人たちと、あとハープンズですね。えん待てよ、なんかいますね、女性かな、ちょっとめっちゃ細いな、ちょっと女性にも男性にも見えますけど、なんか手榴弾みたいな爆弾みたいな持ってるな、この人やばいな、ちょっとやばいね今回。なるほど投げ込んでくんのかな、ちょっとこれ怖いね、どうしよっかな、環境に配慮してないんでしょ、環境に配慮してない相手なら、はいそれで今回は簡単に言うとロングシップにかけた感じですね。もうこのロングシップに限ってはもうモテてないもん一人こいつこのキャラの負担が激しい本当に。あとは上からチク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 やっていくスタイルでいこうかなって思いましたね。で忍者、今回の要は忍者とロングシップ忍者って感じかな。ではちょっとやってみましょうか。よーいスタート。これでうるさ、で今回このおっと投げましたね、投げてますこの女性見事にボムを投げました。これはどうなるでしょうか、これは着地すると着弾するとどうなるかどうなるかどうなるか、おあこれは着弾式じゃないですね。おーっと味方もろともやっていくロングシップは害です。でこの投げた爆弾がどうなるんでしょうか、徐々に投げてから数秒後に爆発するんじゃないでしょうか。あ爆発しましたね、投げてからちょっとすると爆発する感じですね。まあ鉄ハウって感じかな。はい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 、あ忍者が連れて帰ったけどな連れて行かれながらも、ハープーンを使う、うわハープーン刺したやつで殴るっていう、まあ、こいつさなかなかひどいよ。うわ勝った、そして最後の一騎打ちで勝った。ハープーンズなかなかひどだね。いやいい、ナイスナイスナイス、なんかうまくいった。はい次、はい、それでThe Rival Captain ってことで、え
あー、これは完璧にキャプテンですね。これはキャプテン、船長ですね。で、あー、証拠りもなく頭に鳥さんを2つつけていくと鳥貴族って呼びますね。鳥貴族と、あと、まあ分かりやすい大砲ですね。これはもう言わずもがな大砲。でもあの、こちらはうちのシークレットキャラにも大砲はいるんですけども、でもこちらはなんか海賊船っぽい大砲で、うちの方はなんだろう、もっとなんだろうな、港にある本当により現代に近い方の近代の方の大砲かな。はい、で今回は結構ねコスト重めでやっていきたいと思いますよ。あとテンバイヤー2つ入れて、あとヘッドバッパーターですね。兄弟姉妹ですかね、おそらく。で、まあ、バルキリーを置いて、ちょっとバルキリーちょっと今回調子悪そうですけど、おそらく大丈夫でしょう。で、あとね、あと後ろはちょっと相手の構成を真似て、このジャールクマさんが大丈夫、もう死にそうですけど大丈夫ですか。で、あとまあキャプテンと、あと大砲という構成を真似て、クマさんがキャプテンで、あとは、カタパルトっていう感じですね。ではやっていきましょう。よーい、スタート。おっと、わーお、お、待って、ちょっと待ってね。三段銃片手に、あとはナイフって感じかな。なんだっけな、こういう剣あったよね、極剣みたいな感じので、彼が何するかだな。大砲じゃないのかな、大砲っちゃ大砲だね。あ、大砲だね。この石ころを打ってくから大砲ですね。え、やられた、やばい、打ち取ったりさせられた、うちのキャプテン。あとはカタパルト次第ですね。どうかカタパルト、これきついかないかな。だって目の前の敵を外していく、これは厳しいぞ、これはなかなか厳しい。彼をやって、まずやった、ナイスで、なんか登れない。彼らは、なんと言いますか、階段登るのが下手みたいですね。すまん、あいつら魚人だったわ。魚人出身だったんで、海でも死ななかったです。完璧にちょっとしくりましたね。まあまあ、今回はちょっと人数差でいいんじゃないか。キャプテンも生き残ってるね。うちのキャプテン、クマさんもだいぶ生き残ってる。ハルバード、クマさん、おー、クマさん、しっかりね、あの氷の柱で大砲をね、避けていくっていうね、戦法ですね。キャプテン VS うちのキャプテン、で、口に勝っていく、さすがクマさん、最強だ。1500とは思えない強さ。で、あとはまあ、キャプテンを勝っていく。いや、今回はなかなかいい戦いだったね。見てて楽しかったわ。This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man.